はい、激辛マニアのユッキーです。今回食べていくのは、こちら。明星チャルメラの、缶釣り。新潟の缶釣り、柚子香るうま辛混ぜそば。で、辛さ度数が、5段階のうち、ここに書いてあるんですけど、2になってます。2です。絶対辛くないです。ちなみに、缶釣りというのは、俺新潟に住んでるんですけど、食ったことないです。何なのかもよくわからないです。これこれ何なんですかね。あ、書いてある。缶釣りとは、新潟県妙高市の伝統的な調味料、まろやかな辛味と、なんとかの旨味、柚子の香りが特徴です。妙高市ってことはこれ上越ですね。知らねえわ。妙高市ってことは中越か上越でしょ。ちなみに新潟県は、広いので、縦で大体区別されて、で上越、中越、下越っていう言い方をするんですけど、大体上中下越とか、新潟のニュースとかになると、上中下越全域とも晴れになるでしょう、みたいな。で俺が住んでるのは、下越で、下越なんだけど、下って書いて、越冬の越で、下って書いてあるので、なぜかの上なんですね。で、中越が真ん中のあたり。で、上越が、上って書いてるのに、下なんです。南側。という。よく意味がわからない。多分、妙高は上越。妙高サンシャインランドっていう、なんか昔はそういう CM あったな。ここ、下越だっつうの、いけねえっつうの、遠いっつうの、話よ。そんな感じですね。ちなみに、新潟市があるのも、下越でね。下越じゃない、下越ですね。はい。上の方。妙高市？聞いたことはあるんだけどね、当然。聞いたことはあるんだよ。スキーが多分有名だと思うんで、上越か、中越か、どっちかだと思うんだよな。まあ、少なくとも俺は行ったことないので、さっぱりわかりません。缶釣りなんて食ったこともないわ。で、これご飯。ご飯。いただきます。これ絶対辛くないわ。100%。うん。うん。辛くないよ。真南じゃねえかよ。新潟の中で一番南じゃん。一番南西の方にある。こんなん行かねえよ。これは行かねえわ、確実に。長岡ですら、まともに行ったこともないね。長岡の花火大会って有名なんですけど、三尺玉っていうね。ここが行ったことあるんですよ。確か YouTuber の、誰だっけ？ヒカキンさんは、確か長岡出身なんです。新潟の。でも実際俺長岡行ったことないから、さっぱりわかる。妙高子。だから長岡がこれ中越に当たるのか、下越に当たるのかもよくわかってね。微妙なラインですね、ここら辺ね。新潟県の妙高市。うん、柚子の香りがするね。ちなみに、上越と中越はとんでもなく雪が降ります。とんでもない。普通に1メーターとかどころじゃなくて、もう5メーターぐらいとか10メーターぐらいの、雪の壁ができるんですよ。まあ、俺行ったことないから知らないけど。やっぱこれあれですね。ウィンタースポーツ。うん。妙高の冬のおすすめはもう温泉とスキー場。スキー場が1、2、3個ありますね。俺もガキの頃に、スキー場行ったことありますけど。多分体内スキー場、だと思うんですけどね。あ、これ赤倉どんど焼き。小正月の行事で、なんとか、賽の神、賽の神か、これ。俺らも、これはやりましたよ。すげえ田舎なんですけど。そう、賽の神って言ってた。そうそうそう。賽の神って言ってね、これ賽ってどういうこれ字書くの？これ。賽の神でググると出てくるんですからね。どんど焼きらしいです。へえ。藁を、三角形にして、で、燃やすんですけど、だいたい夜の6時ぐらいだったから、5時ぐらいに始まって、で、お菓子もらうんですよ。お菓子。お菓子もらえるんで行くんですけど、ガキの頃はね。で、燃やして、その周りで、長い竹棒みたいのに、スルメイカを、刺して、で、こうやって炙るんです。炙ってまた食うんですよ。で、しかもそこで、日本酒を、おみきだっつって、普通に配ってるんですよ。子供とかにでも。ガキにも配るね。小学生ぐらいでも、中学生ぐらいの人でも、寒いんで、とにかく。まあ、火に当たればあったかいですけど。うん。これ、そうそう、賽の神ね。これは俺のど田舎でもやってたね。うん。そうそうそう。うん。これ一体何なんだろうって意味が分かってなかったですね。そもそも。これ何をこれしてんのっていう感じ。1ミリも理解しなくて、今知った。賽の神を祭り、盾祭り、書き初めなどを持ち寄り、それを燃やすことによって、家内安全、商売繁盛、五穀豊穣などを願います。当日お越しのお客様には、あったかいお汁粉やお餅のサービスが行われます。マジで？マジで？俺んとこ田舎だったから、スルメとあと日本酒しかなかった。あ、お菓子と。100円ぐらいの詰め合わせのセットみたいなやつ。1個と、で、スルメ1個と、で、あと、おみきって日本酒。ですね。あと誰か言っとったけど、新潟って、スキーの授業があるんでしょってのを言われたことあるんですけど、いや、俺は受けたことないです。当然こういった、俺らが住んでたところ、大体まあ、平野部なんで、山沿いじゃないから、雪はそんなに降らん。積もらん。だからもっと積もるところだったら、多分やるんでしょう。積もるとこっていうか、スキー場が近くにある山沿いみたいなとこやったら、やるとは思うんだけど。俺らのとこはまあ、降って、一日で降ったとしても、まあ、一日でっていうか、一晩でか。寝る前に、雪かきするんですよ。で、起きて、50センチ積もってて、とんでもないと思って。だから、一晩で50センチってことは、まあ、だいたい24時間だったら、まあ、1メーターオーバーぐらいかな。1.2 メーターぐらいかな。降ってもそんぐらいです。だから基本的にもう、雪かきは、すぐやらないと、どんどん降り積もってきて、圧迫されるんですよ。雪が。雪って重いんで。新潟の雪は特に。だから圧迫されて圧縮されて、とんでもない、硬くなったり、とんでもない重さになったりするんですよ。だから、だいたい、朝、起きて、雪かき1時間やって、で、仕事行って、帰ってきたら雪かき。っていうのが大体毎日のパターンですよ。冬は。冬はこういうパターンで。で、まあ、毎年ね、雪の除雪の時に、老人がだいたい 100% 誰か死ぬんですよね。いわゆる雪を捨てる、その、排水溝みたいなところとかに、ポイって捨てるところに、誤って転落したとか、もしくは屋根から雪が降ってきて、落ちてきて、それで、圧死したとか。だけど、特に新潟市内は、まるで降らないです。俺が住んでるの新発田市なんですけど、新発田市は、場所によってはかなり積もる。だから、割とその山沿いのところもあるし、まあ、それにもよるんですけど、少なくとも俺の実家は、降ったとしても大体50センチ、一晩で。だから会社に行って、車止めて、で、まあ仕事するじゃないですか。8時間、9時間。で、駐車場行くと、だいたい雪が、まあごっそり積もってたりするんですけど。で、ここで、エンジンかけて、だからひどい時だと、だから取れねえから、ガッキガキになってて、だからエンジンをかけて、温風出して、まあ、エアコンね、温風を窓にこうか、バーっと、フロントガラスにね。で、まあ、溶かしつつ、こう、除雪するっていう、感じですね。で、雪の降るときに、降ってるときに、まあ、てか寒いとき、氷点下とかのときに、ワイパーの液、バーッと出すと、当然凍るんで、教習所でこれ習うんですよ。やっちゃダメだよと。ただ、走ってる状態なんで、いわゆる体感温度ですよ。人間だって、扇風機使えば涼しかったりするでしょ。ね。だから、マイナスになってなくても、走ると、バキッと凍るんですよ。確かだから、まあ、それはスピードにもよるんですけどね。まあ、比例するんですけど。バッキバキになるので、やめましょう。もしくはもう、いわゆるもう、マイナス20度とかになっても大丈夫っていう、水。なんか、ワイパーの汚れを取るやつ。出すじゃん。ピヤーって。あれはもう、だから原液とかで。あれ普通はだいたい薄めて、何倍とかに希釈してやるんだけど、あれをもう、マイナス20度とかでも大丈夫な、やつを原液で入れれば大丈夫。なんだけど、もったいないから入れないんです。って感じですね。だって原液で入れるのもったいなくないですか？ね。でしょ？負けた気がするんだよね。まあ、エアコン使ってれば全然もし凍ったとしても、ある程度温まっていれば、車内が温まっていれば別にシューってやっても、凍ったとしてもすぐ溶けるんで、問題ないです。でもこの妙高はもうほとんどこれ山でしょ、これ完全に。山沿いはだから降るんだよ、めっちゃ。まあ、地獄だろうね、これはね。あ、かんずりの雪さらしだって、これ。有限会社かんずり。あ、これ唐辛子だ、これ。有限会社かんずりっていうの。かんずり？有限会社かんずりっていう名前らしい。かっこゆう、のかんずりらしい。ほんままじゃん。契約農家が、種から育てた 100% 地元産の唐辛子を使用。あ、チャルメラのやつも書いてある。11月の4日発売だって。へぇ。生缶釣り。瓶入りが、57g 入りで550円。うわ、高え。これだから何？飯の友で食うのこれ。よくわからんけど。袋入りが 100g600 円。あ。袋入りだけ買っていいんじゃないの？あ、かんずり漬け。5種類あるらしい、これ。多分俺が今食ったのが柚子のやつ。山菜、えのきだけ、しその実、あたりめ、ゆず。バリエーションがあるんだな、うん。生かんずりは、なんとか、麹か。麹の発酵を止めずに仕上げた一品です。高級料亭や、なんてこれ読むの？割烹などで利用されて、通常のかんずりに比べ、爽やかな柚子の香りが強いのが特徴です。ということは、これは何？生かんずりってこと？生かんずりなのかな？特に書いてない。特に書いてない。かんずりは知らんわ。あ、でも当たり目のやつうまそうだな、なんか。かんずりの食べ方。一般的には隠し味として入れると。だけど、普通に、納豆の中に、ほんの少し入れて混ぜてとか、味噌汁にちょっと入れてとか、ラーメンに入れたりとか。ラーメンに入れれば激辛ラーメンだって。本当かよ。嘘くせえ、これ食った感じだとまるで、辛さ1ミリもねえぞ。熱々のステーキにナイフで薄く塗りつけて。マジで。いろいろ書いてありますね。お刺身にはわさび代わりにだって。マジで。カレーに入れて辛口カレー。わからん。あ、缶ずりマヨネーズ。あ、これいいかもしんない。てか、普通にマヨネーズに、キユーピーのからしマヨネーズ好きなんだけど、高いから買わねえんだよ。よく考えたら。あれ、マスタードであれ、からしか。からしだから安いでしょ。からしは安いでしょ。キューピーのねえ、マヨネーズの、からし、マヨネーズ好きなんだけど、売ってねえんだよ。いや、売ってねえっていう、まあ、売ってないは売ってない。だいたい高いから買わないんだ、みんな。ああ、なるほどね。もう何でももう何にでもこれ使えるっていう、万能調味料みたいな感じで書かれてますけど。そんなに辛いのこれ。見た感じは辛そうに見えないんだけど。あ、お酒のお供にそのまま召し上がりください。はあ、冷ややっこに乗せて、はあ、なるほど。かば焼きに乗せて、かば焼きなんてもう10年ぐらい食ってないって言ったの。当たり目うまそうだな、これな。当たり目缶ずりうまそうだな。缶ずりがそのものに柚子は入っておりますが、柚子の皮を大きめに刻み込みつけましたと。なるほどね。で、缶ずりの中で元祖缶ずりが、山菜缶ずり。缶ずりの中に山の山菜を豊富に入れてあります。かっこ、うど、わらび、こごみ。こごみ？こごみってなんだ？こごみって。うど、わらびをしてんだけど、こごみってなんだ？これわらびじゃないの？これ。わらびとそっくりなんだけど。草、ソテツ、だって。ほぼほぼはこれ、わらびと同じやん。何が違うのか逆に知りたいわ、これ。見た目からこれ判断できないだろ、これ。絶対。あ、でもそうでもないのか。あ、そうでも、わらびってこれ丸くなってるやつだよね。違うのかこれ、もしかして。俺の知ってるわらびじゃない。画像でググったらこう、くるっとなってるやつがほぼないですね。くるっとなってから、これあれなんだと思ったけど、違うんだ。でも、くるっと回ってるやつもあるな。くるっと、こう、カール状になってる。ああ。手が乾燥しちゃってさ。手袋。この時期は本当に乾燥して、手がカッサカサになる。これ保湿です。はあ。でもやっぱわらびって言ったらこういうくるっとなってるやつを想像するんだけど。で、こごみっていうのが、さらにそれよりかこうくるっと回ってるのしか出てこないです。画像検索だと。もしかしたらあれわらびじゃなくて、俺が食ってたのはわらびじゃなくてこごみなんじゃないかっていう。何が違うか全然わかんないもんな。うちのばあちゃんがよく山に、取りに行くんですよ。どこの山なのかさっぱり不明なんですけどね。近くに山あるかって言ったら山ないんですけどね。どうやって行ってんのかなあれ。よく考えると。どこの山行ってんだろうなあれな。もう結局歩くのきつくなったんで、多分やめてますけど。だからキノコとか、もう取ってくるんですよ。ただ、キノコはちょっと危ないんで。逆にだから、毒キノコの見分け方って、逆に上級者の方が、ミスるらしいですね。逆に。初心者だと、そもそも手をつけないんで、食わないんですよ。で、上級者だからこそ、こう、気が緩んで、なんかこう、ミスるみたいな、そういう類だったかな、って言ってた人いましたね。だから、キノコは基本的に手出さない方がいい。椎茸に似ている毒キノコなんて腐るほどあるからな。ねえ。はあ、でも、こごみなんて知らなかったな。こんなのがあるんだ。わらびっぽい。もう完璧にもうわらびにしか見えない。はあ、こんなのあるんだね。ウドっていうのもちょっと、ほぼほぼ見たこともない。ウドってのがなんだこれ。タケノコか？違うな。タケノコっぽいな、なんかな。山菜で有名なのって言ったら、はぁ。わからん。もうわからん。植物さっぱりわからん、これ。山菜で有名なんですよ、わらび。でしょ？あともう一つ、タラの芽。タラの芽ってどういうあれなんだっけ？だから、どこに行ってたんだろうね、ばあちゃんは。俺のばあちゃん。わらびと、なんだっけ。タラの芽。タラの芽。タラの芽って何なんだっけ？どんなやつだっけ？あ、タラの芽にそっくりですね、これね。ウド。ウドそっくりだ、これ。そう、タラの芽と、なんだっけ？こごみ。違う、わらび。をよく取ってきてました。うちのばあちゃん。どこの山なのかさっぱりわからない。あそこら辺周辺、山ないはずなんだけど、どっから取ってきたんだろうな。恐ろしく遠いぞ。あったとしてもすっげえ遠いんだけどな。おかしいな。物理的にどうやって行ってんだろう。普通にだから、チャリで行ってたかな。チャリで行ってたかもしんないね。歩きではなかったかもね。まあもう多分今、もうだから、チャリで乗ることすらもう難しいと思うんで、もう行ってないよね。なるほどね。タラの芽ってこれか。この尖ってるな。触るとチクチクする変な木みたいなやつの芽ですね、これね。タラの芽。あとやっぱフキノトウとかですかね。フキノトウもほぼ食ったこともないけど、フキノトウはでも一応、まあ、タラの芽とかもそうですけどね。まあ、春とかでしょ、多分。タラの芽とかって。芽でしょ？芽ってことは冬じゃないよね。間違いなくね。春だね。芽吹くってことは春ですね。はぁ、あ。だから他のキノコとかもたくさん拾ってきてくるからさ。何キノコだか忘れたけど、すげえいっぱい種類あるんですよ。ようわかるなと思って。でもよく死んでますから、だからね、本当に。キノコは危ないですよ、本当に。自分で食べるんだったら別にいいですよ。お前は死ねばいいって、ねえ。食ってさ、自分で死ぬのはいいけどさ、家族に振る舞って、それで死んだりってなると、とんでもないことになるからね。誰も得しないからね。当然、拾ってきた本人も、相当自責の念に、なりますよ。ずーっと、それで家族とか殺したってなったら、あれだからね。まあ、自責の念で、下手したら自殺するかもから。だから、キノコは基本的に、うちのばあちゃんは言ってたけど、わかるものしか取らないって言ってたんですけど、それもだから危ないんですよ、結局。だから、いわゆる、多分俺、上級者なんですよね、ばあちゃんがね、おそらく。だけど、やっぱり形っていうのがすげえ様々あるのね、キノコはね。だから、ああ、これだなと思っても、実は違うキノコだったりとか、100% あるんですよ。ということで、辛さ度数1、ご視聴ありがとうございました。